ーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。ブーストゲージが増えたぞ。トルンガ究極ドラゴンボールゲット。終わりだ。私の番だな。消えてない。
なくなれ。さらばだ。サイヤ人、これがスーパーサイヤ人3だ。後悔しててブーストモード、攻撃サイヤインパクトに勝利するとブーストモードが続くぞ。
超えた強さにキューも追い詰められているぞ。なんとか間に合ったようだな。ということでですね、今回は、最高の瞬間集め2ということで、前回ね、1年前ぐらいにね、ちょうど出した最高の瞬間集めっていう動画の、パート2の方を撮影してみました。はい、今回はですね、前回目立たなかったその挑戦士以外の悪役たちにもねスポットライトを当てて作成してみました。やっぱドラゴンボールといったらこうね、挑戦士がもちろんかっこいいのはそうなんですが、もう重要なキャラクターである悪役たちも非常にね、大事なのかなと思いまして、ちょっと今回そちらにもスポットライトを当てて、でまたね原作系のカードたち、まあ、サイキックエクスプロージョンとかさ、ああいうね、こう、アニメシーンを再現したカードたち、まあ、また出てくると思うので、その時はその時で、また第3弾のね、最高の瞬間集め過ぎの方も、何ヶ月先になるかわかりませんが、それもね、ちょっと作りたいなっていうふうに思います。で、自分は一番この中でね、どれが好きだったかっていうと、さっきも言ったフリーザがこうね、クリリンを爆破するってあのシーンが、やっぱこう、伝説の先駆け、もう悟空がスーパーサイヤ人覚醒する、そのね、トリガーになったシーンなんで、それがすごい好きです。はい。ということで皆さんはね、どのシーンが一番好きだったでしょうか、ぜひぜひコメント欄の方に、じゃんじゃんね、書いてもらって、みんなで、ね、共有しましょう。ということで、こちらの動画ね、もしよろしければ、チャンネル登録や、高評価ボタンの方ね、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。